スポーツチャンネル日本プロ野球こんにちは何大谷と話しますかロバーツ見てくださいドジャースチーム全体の連続ミス大谷翔平がメッツと個軍奮闘唯一の明るい材料は日本人選手2名それであなたは大谷に何を伝えようとしているのですかドジャース49メッツ19日ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手が2番 DH としてスタートしましたね大谷選手は 開幕から4打数1安打、1打点、そして投塁1を記録しています。特に、走者が得点圏にいる状況で21打席ぶりのタイムリーヒットを放ち、得点圏での連敗をストップさせました。ただ、今日の試合は残念ながらチームは大敗を喫してしまいましたね。第3打席は5回裏、2アウトで1、2塁のチャンスで登場。初球のスライダーを大胆に振り抜きましたね。3球目には低めの球をファウルにし、 追い込まれながらも、外角のスライダーをうまく捉えて右翼への貴重なタイムリーヒットを放ちました。このヒットで2点の差を縮めることができました。チームとしては得点がなかなか取れない苦しい展開が続いていた中で、監督のロバーツも落ち着く必要がある。彼と話をするつもりだと16日のナショナルズ戦後に語っていました。2打席目では見事に4球で出塁し、その後の盗塁も成功。 ティム・ヘルナンデスのタイムリーヒットでホームを踏んで反撃ののろしを上げました。大谷選手のバッティングと総類の能力がチームに勢いをもたらしている一方で、こうした一打がチーム全体にも前向きな影響を与えているのを感じますね。6回票、テイラー選手が見せ場を作りましたね。この試合前までの打率はわずか0-2-9でしたが、左翼戦への2ランホームランを放ち、試合を振り出しに戻す活躍を見せました。 山本投手は6回に4点を失い敗戦投手の可能性を回避しようと全力を尽くしましたが逆襲のチャンスを潰す致命的なミスが m o d を暗くさせましたね7回裏ベッツ選手のスローイングエラーが敵に類を与え林道選手に勝ち越しの2ランヒットを打たれてしまいましたドジャースタジアムは静まり返りました8回ケリー投手がマルテ選手に2ランホームランを許しさらに9回には追加点を許してしまいます この時点で敗北感が明らかになりました。9回裏大谷翔平選手は無視1塁での第5打席に登場しましたがセカンドゴロに終わりますこれで MLB での日本人選手最多アーチ記録更新寸前で6試合31打席連続ホームランなしとなりました山本選手は素晴らしいスタートを切りましたが2回表にはスチュワート選手にソロホームランを打たれ連続安打で先制点を許してしまいます さらにスミス選手のエラーによってもう1点を失いましたこの後の3イニングでは無視で2、3塁のピンチが訪れますがアロンゾ選手にタイムリーヒットを許しスチュワート選手には犠牲フライを打たれ合計4点を失いましたねですが山本選手はここから粘りを見せますカーブボールで巧みにかわしメッツの強力な打線を抑え込むことに成功しました結果的に6イニングを投げ メジャー移籍後最長のイニング数を更新し、死点、自責点3を許しました。そしてキャリアハイとなる9奪三振を記録し、初めてのクオリティスタートも達成しましたね。6イニング以上を投げて3点以下の自責点です。打線のサポートがあったことで敗戦投手の可能性は消えましたが、リリーフ陣が点を失う場面もあり、ドジャーズは最近10試合で4勝6敗と苦戦しています。ナショナルリーグ西地区で2位のパドレスに敗れたこともあり、 わずか1ゲーム差で首位を保っていますが、チームとしては再建が必要な状況にありますね。大谷翔平選手の盗塁が光った場面からスタートですね。大谷選手はタイムリーな盗塁で火をつけました。さらに、満塁の場面でマンシーやアウトマンが代打で出るかと思われた時、意図的にテイラーを起用して試合の主導権を握りました。この試合は絶対に勝たなければならない試合。スコアを同点に追いついた後の展開が、 チームにとっては大きなターニングポイントになりました。今日勝てば、チームは様々な面で飛躍する可能性があります。ただ、フリーマン選手が投手陣を含む様々な問題に苦しんでいます。リリーフ投手、打順の回、左打者対策と課題は山積みです。ベッツと大谷の強力なコンビネーションを考えると、打順を変える必要はありませんが、フリーマンを4番に下げて打線をジグザグに配置するのも一向ですね。 試合の最終段階で相手は大谷選手に対して左腕を送り込む徹底ぶり3回に4点目を取った後チームがそのリードを守り抜くことができたのは大きなポイントでしたその場面で崩れてしまっていたら高球取りである彼に対して外野手たちから厳しい言葉が出たかもしれませんね投手陣についてはストレートが完璧に捉えられていた点が気になります NHK の伊藤アナウンサーも彼らの投球が甘く入りすぎていたと指摘していましたが メッツはおそらく彼らの癖を見抜いていたのでしょうこれからの調整が求められますね千賀選手はシーズン序盤に不安定な試合がありましたが中盤から適応し抜群の安定感を見せました山本も多彩な球種を持っていますから彼がアメリカで早く自分のスタイルを確立することを願っています山本選手にはもう少し辛抱強く対応してほしいと思います 153km のストレートがメジャーでのプレーにおいて厳しいとされていますが 彼が大リーグの環境になれれば以前の優れたコントロールを取り戻すと信じています彼の高額な年俸がプレッシャーとなり外野でのプレーに神経を使っているかもしれませんねしかし日本でも初春はしばしば彼にとって心地よくない時期でしたがやがて本来の圧倒的なフォームを取り戻していました大谷翔平選手がロバーツ監督のアドバイスをどのように実践しているかその素晴らしい例を見ていきましょう彼は4球で出塁し投塁し そしてタイムリーにヒットを放つことでチームに貢献していますねし、テイラー選手の場面も興味深いです彼の打率は0.53で満塁のチャンスで2アウトの場面での代打は見送られましたもしここでヒットが出なければ彼のレギュラーとしてのチームは危ういかもしれませんが同点に追いつくタイムリーヒットを放つことができ本当にハラハラドキドキの展開でした結局のところチームは負けてしまいましたが 山本義信選手が先制点を許してしまったものの、彼のピッチングは決して悪くありませんでした。彼の高い年報に見合うパフォーマンスをこれからも見せてくれるか、多くのファンが注目しています。ドジャーズのファンは一体何が起こっているんだろう、と思っているかもしれませんね。山本選手は長期契約の最初の年で、まだ4月ですから、彼が冷静を保ち、自分の道を進むことを願っています。彼の美しいフォームからは、 150km を超えるフォーシームがアメリカでの活躍に適していると思いますね。彼はまだボールやマウンドに慣れている最中ですが、もし彼が投球の種類を増やしたり、ストレートの速度をさらに上げないと、アメリカの野球では厳しい戦いが予想されます。ドジャーズが首位に立っているのは素晴らしいことですが、チーム全体としてまだ完璧ではない状態です。早く立ち直らなければ、首位の座を失う可能性もありますね。 彼らがどれだけ早く調子を取り戻せるかが今後のリーグ戦でのキーポイントになるでしょう山本選手が新たな投球スタイルを確立しチームが安定した戦いを展開できるかが注目されますメジャーリーグでは勝ち星や敗戦の数はピッチャーのパフォーマンスの評価基準としては参考程度にしか見られていません例えばデグロム選手のように個々の成績が素晴らしい場合10勝9敗でもサイ・ヤング賞を獲得することが可能です 日本のメディアも成績が平凡なピッチャーの勝敗に焦点を当てるのはやめるべきだと思いますねそれよりもそのピッチャーの実際のパフォーマンスや投球内容に注目すべきでしょう山本由伸選手についても厳しい評価がされがちですが日本での成績とメジャーでの成績を比較すると彼のファストボールがアウトフィールダーに打ち返されることが多くなっていますメジャーでの彼の立ち位置や投球スタイルも日本時代とは異なるアプローチが必要だと明らかになっています 追いつき、逆転を狙うチャンスはあったのですがリリーフ投手たちが期待されたパフォーマンスを見せられず結果としては失望感が残りました打線に関しても頼りにされているバッターたちの成績が安定していませんこれは今日だけの問題ではなく一貫した課題となっています4月はまだシーズン序盤で波があるものですからね最近ドジャースも敗れパドレスも苦戦していますが次の高波が来るかどうか 期待が持てる状況ですまだ E が C になるつまり完全な改善が見られる状態には達していないということですねこれからどう変わっていくのか見守る必要があります